皆さん、こんにちは。ご無沙汰してます。アストロバイオロジークラブの西村です。で、ですね、まあ、最後のアストロバイオロジーセミナーオンラインが、終わってから、もうしばらく、もう数年単位で時間が空いてしまっているんですけど、まあ、その間にコロナ禍もだいぶ落ち着いてきて、で、まあ、オンラインでの勉強っていうのも、まあ、なかなか、以前の状態よりは、まあ、落ち着いてきたような感じで、まあ、オンサイトで勉強しようっていう感じだったんですけど、まあ、ただ、アストロバイオロジーセミナーオンラインっていうのは、まあ、結構影響力があって、まあ、これを見た高校生であったりとか、学部生が、まあ、講師で立っていらっしゃるような、まあ、先生のもとに行くだとか、まあ、アストロバイオロジーの研究を志すとか、まあ、そういった例も、まあ、ただ聞いているような状況で、まあ、これを終わらせてはいけない、まあ、そういったことを、まあ、前代表の高萩さんが、おっしゃられていて。で、ただですね、まあ、ちょっと高萩さんが続けるに続けられない事情がありまして、で、まあ、以前、副代表だった西村が、次期ディレクターとして引き継ぐことになりました。で、これから、また以前のように、アストロバイオロジーセミナーオンラインを、まあ、定期的に開催していけたらなと思っています。で、まあ、それでは、ちょっと、前の、初代のアストロバイオロジークラブのディレクターの高萩さんにですね、今日は特別にお越しいただいてますので、ちょっとお話しいただければなと思います。高萩さん、いかがですか？はい。皆さん、お久しぶりです。まあ、僕のことを知ってくれてる人が多いかと思いますが、初めての人は初めましてですね。まあ、アストロバイオロジークラブは別に続けられない確固たる理由はなかったんですけど、僕が就職して、アメリカに引っ越すことになってですね、まあ、それが別に理由ではないんですけど、まあ、一番の理由を挙げるとしたら、僕ばっかりが続けていてもしょうがないというのがあって、まあ、どんどん下に引き継いでいって、長きにわたってこのアストロバイオロジークラブに来てくださった先生方の講義を残していかなきゃなと思っていたので、まあ、どんどん下に下に引き継いでいくということで、まあ、今回私が引退して、次の西村をはじめ、元メンバーたちに引き継いでいるという形になります。なんで、なんか最近日本語を話さすぎてトークが下手になっているような気がしますが、ですね、アストロバイオロジークラブ、まあ、いろんなところから反響がありましてですね、まあ、講師になってくれた先生方、この講義を見て学生いっぱい取ることができましたとか、あとは高校生、この動画を見て進路を決まりましたとかって、そういう方がいっぱいいらっしゃってですね、まあ、さっき西村も言ってたように、まあ、こういう活動、サイエンスコミュニケーションの一環としてこういう活動をやることにはね、いろんな意見があると思います。例えば、その、無料で先生方を呼んでやるのはどうなんだみたいな、いろんな意見あると思うんですけれども、でもこういう活動を続けていかないと、やっぱりその先細ってしまう、このサイエンスの業界において、アストロバイオロジーという分野の、なんていうの、立場をどんどん主張していくためには、まあ、こういう活動を続けなきゃいけないかなと思っていますので、まあ、今回、2年半ぶりくらいにアストロバイオロジークラブ復活して、無事に最初の講演者、浦井先生を呼ぶことができましたので、まあ、今後、続けていってもらえるように西村君たちに期待したいと思います。じゃあ僕はもうモブキャラなので、メインに引き継ぎたいと思います。はい、メインであるところに西村が引き継ぎたいと思います。でですね、まあ、今日の本当のメインは、まあ、講師でいらっしゃるところの浦井先生で、浦井先生、ちなみに今、横須賀の、ジャムステック本部から中継しているんですけど、浦井先生はもともとジャムステックの、生物識別学分野に、いらっしゃった先生で、今年の春から、まあ、移転されて信州大学の、助教に今なられているというような状況です。で、まあ、実は西村もですね、浦井先生と、まあ、しばらく一緒に研究をしていただいているんですけど、まあ、今日は浦井先生が実際に行っている無炭菌と、まあ、メタンを食べるような微生物とか、まあ、そういったものをいかにして生物識別科学的な手法で明らかに解析していくかっていうような話をしていただきたいと思います。それでは、浦井先生、引き続きお願いします。はい、ご紹介に預かりました浦井
と言います。まあ、いろいろあって、まあ、再開したきっかけになったのかなと思うんですけど、オンライン上でちょっと話をさせてくれって話を、Twitter でつぶやいたら、高木君が拾ってくれてですね、まあ、こういうとこありますよって言われて、じゃあそこで発表するから、場を整えてくれって話で、もともと知り合った西村君に通じてですね、まあ、ご紹介いただいて、今、この、こういった時間をもらったので、ちょっとまあ自分の研究自体、ガッツリアストロバイオロジーってわけではないんですが、まあ、関連付けながらちょっと自分のこれまでの研究についてお話しできればなと思っています。まあ、このちょうどタイトルを西村君に出すときに、学会が2つぐらい重なってたので、まあ、いろんなところで、発表するところを買いつまみながら、まあ、こういったタイトルをつけたんですが、最初にちょっと皆さんに、お示しした写真が2枚ぐらいあるので、それをまず先に見せます。で、これ、いきなりバンって写真が出したんですけど、これどこだか分かりますかという質問をまず最初に投げたいと思いますが、これ周りは氷なんですよ。で、まあ綺麗な幾何学模様というか、まあ、すごいフォトジェニックな写真で僕のお気に入りなんで、デスクトップというかの背景になってるんですけども、まあ、真ん中にぽっかりと穴が開いていて、様子が見えると思います。まあ、これだけ見てると、まあ、なんか地球なのか、エンケラドスなのかみたいなところまで想像がつくと、飛ぶと面白いんですけど、もう一枚ちょっと別の角度からの写真にしますね。はい、これすると、まあ、ここにちょっとさ陸上が見えてるんで、まあ、多分地球だろうなっていうのは想像つくと思うんですけど、まあ、種明かしをすると、これは、僕が所属する信州大学のお膝元、諏訪湖の様子です。なかなか最近は結氷しないんですが、まあ、それなり厳冬期になるとこのように結氷が起きます。で、ちょうどこの赤い位置のポイントなんですけども、まあ、真ん中にこう大きな穴が開いてますよね。これが何かっていうと、真ん中からメタンがボコボコと湧いています。まあ、ボコボコというか、まあ、めちゃくちゃいっぱい湧いてるんですね。で、まあ、いろんな理由があるんですけど、まあ、こうメタンが湧いていることによって、その周りだけ凍らない。これ直径でまあ40メートルあるぐらい大きい穴なんですけど、まあ、こういう現象が見られます。で、まあ、湖底からこうメタンがボコボコ湧いてるってことは、まあ、それを使う微生物がいると考えてもまあ不思議じゃない。ですよね。で、まあ、この後少しもうちょっと細かく説明しますが、まあ、メタンを使う微生物っていうのは、まあ、すごい初期生命に近いっていうふうに考えられていて、あるいは、ま、ただ宇宙にいる生物はメタンを使うだろうみたいな、そこまで、今のところ考えられていて、まあ、初期生命に近い微生物がいるかもね、というところで、まあ、実際これ今進んでる最中なので、今回の話はそこまで、飛ばないんですけども、まあ、こういうモチベーションで研究をしています。で、冒頭のちょっとタイトルに戻るんですが、僕の、まあ、研究歴そんなに長くないんですけども、半分ぐらいはメタンを中心とした研究をしていて、まあ、タイトルにもあるように、まあ、定量的にこうメタン菌、まあ、メタン生成菌と酸化菌ですけども、これをまあ、環境中にどれだけいるかっていうのを定量的に評価したいっていうのが、僕の研究の一つの柱になっているかなと思っています。で、タイトルの後半にですね、まあ、メタンと生態系は密接に関係しているって話をしたんですが、まあ、あんまりマストロバイオロジー関係ないので、まあ、ちょっとここ飛ばして、まあ、メタン菌にちょっとフォーカスした話に今回させてください。気になる人は、個人的にアポ取ってくれればいくらでも説明するので、はい。よろしくお願いします。で、まあ、西村君と一緒に今横須賀から中継してるんですけども、もともと、ここにある海洋研究科学機構の今、生物地球科学センター、ここにいて、でそこから移動したんですけども、まあ、よくしてもらってですね、まあ、外来研究員として今、まだ、席が残っています。で、まあ、今回の、発表の目標だと5つぐらいトピックをまとめてあります。で最初にちょっと、自分が自己紹介があったらどういう経緯で研究者になったのかっていう話をさせてもらった後、まあ、アストロバイオロジーに関係するところで、まあ、地球外生命体、あるいはまあ生命の起源、地球上の生命の起源について、僕の研究と少し絡むところについてご紹介します。
で、その後ですね、3番、4番は具体的な、僕の研究のメインツールの話と、研究事例の話を紹介した後、まあ、何喋ってもいいって言われたので、最後にちょっと高校生、大学生向けにちょっと提言ができればなと思っています。じゃあ、まあ、サクサク進んでいくんですが、まあ、ざっと僕の略歴をここに載せてます。はい、改めまして、浦井敦史と言います。未だにこの漢字の敦史を人と出会ったことないんですけど、まあ、当て字ですね。1990年生まれの今33歳で、まあ、高校まではいろんなところ、親の転勤の都合で移動してました。で、緑色で、緑地で抜き出してあるのが、まあ、学歴に関するところなんですけど、まあ、そう、実は、信州大学で卒業です。で、しかも物質循環学科っていうのは、一番下にある物質循環学コース、今の所属ですね、と全く同じところなので、まあ、古巣に戻ってきたという形になります。で、ただまあ、よくよく見てみると、なんか修士出た後になんか会社入ってるし、大学入る前になんかジャムしてくるし、なんだこいつだっていうところ、怖いところに突っ込みがあるので、その辺ちょっと紹介していきますね。で、まあ、どうしてこの道に進んだかっていうところを、まあ、遡るっていうと、まあ、小学校の理科クラブあたりが多分最初かなと思ってますね。で、理科クラブでこう、スライム作ったり、アルコールランプ使ったりするのを見てて、まあ、純粋にやっぱりこういう、なんですかね、フラスコを振った、まあ、ザ科学者みたいな、なんかすごいかっこよく見えたので、まあ、僕も将来科学者になりたいという思いを、まあ、高校ぐらいまでやっぱ、何の迷いもなく理系選択していましたね。で、ただですね、まあ、皆さんも、まあ、高校生の皆さんこれからかもしれないですけど、まあ、大学受験というものがありまして、まあ、見事に第一志望落ちてですね、まあ、センター試験の結果から、まあ、どこ行こうかなっていろいろ選んでたら、まあ、信州大学に物質循環学科ってところがあるということで、まあ、進学しました。じゃあまあ、こういうイメージを持ってたので、まあこういうことできないかなっていうのを探してたら、最初に学部と修士課程でお世話になってた、まあ福島先生っていう、先生がもう退官されたんですが、まあそこで、こう有機溶媒を使った、研究をしてたんで、抽出して分析っていうのをやっていたので、まあこれこそ俺がやりたいことだと。フラスコを振って抽出すると。ということで、まあ何の迷いもなくですね、飛び込んで、まあ環境中の有機物を分析するっていう、まあ分析科学、あるいは地球科学の基礎ですね。ここを学んできました。で、まあ、M2 ぐらいになったタイミングで、まあ、博士もありかなっていうのをうっすら考えてたんですけど、ちょうど福島先生が退官されるっていうタイミングもあったし、そのまま D 進してやっていけるかっていう不安の方が大きかったので、ここで一度、社会人をやりました。まあ、3年半ぐらい社会人やってます。で、何してたかっていうと、環境基準に関する分析、まあ、環境コンサルみたいなことをやっていて、まあ、親会社が農薬メーカーだったので、ちょっと農薬に関する、そういう暴露調査とか環境調査っていうのをやってたんですが、基本的にはこの大学でやってた有機溶媒を抽出して農薬を抽出したり、非色分析でこう、リンとか窒素とか測ったりとか、そういうことをいろいろやってました。なので、延長線のような感じで、まあ、3年ぐらい過ごしたんですね。でそうすると、まあ、大体3年ぐらい経ってくると、まあ、いろんなことを一通り学んで、一度落ち着いて考える時期が来ました。まあ、社会人だと誰でもある通り道かもしれませんが。まあ、僕も、例に戻るんだけど、いろいろ考えていて、まあ、この先、まあ、このまま進んでいって、まあ、なんかそれなりのサラリーマンになるっていうのも、まあ、見えてきたところだったんですけど、まあ、待てよと。僕がやりたいのは、会社にいてこういうことをやり、生き続けたいのかっていうのが、まあ、ちょっと疑問の中で心の中で疑問に出てきて、やっぱ最初の夢だったこう博士、まあまあ、アカデミアの世界ですね、に今戻るっていうのも、まあ、今なら考えられるかなっていうところでちょっと悩み始めました。で、まあ、悩んだ結果、一人で悩んでもしょうがなかったので、福島先生に相談したんですけど、まあ、既に退官されてるので、まあ、現役の研究者にちょっと相談しなさいということで、紹介してもらったというか、もともと大学の時から知り合いだったんですが、今、北大で教授されている力先生のところに相談に行きました。で、ですね、何も考えずにというか、まあ、ただただアカデミアに戻りたくて、まだ着任したばっかりの、ラボに何もない部屋だったんですけど、力先生のところに行って、まあ、いろいろ、5時間ぐらいかな、ずっと話して、たときに、出てきた言葉が、まあ、君がアカデミアの世界に戻るであれば、私は君のことを 100% サポートしますと。
できることは何でもするので言ってくださいねって言われて、まあ、ものすごく感動してですね、まあ、こうか不幸か、こっちの世界に戻るきっかけに大きな一つになったんですね。で、まあ、いざ戻るとなったときに、じゃあどういう研究計画というか、まあ、ライフプランを考えていくかっていうところで、まあ、力先生が言って、もともと言ったジャムステックに行くっていうのもありだよということで、ジャムステックの、研究者を紹介してもらって、で、それがまあ、まあ、まさに今この部屋なんですけど、そうですね、生物地球科学、当時は分野だったんですけども、の、分野長の大内先生と、分野長代理の、まあ、僕の、第二の師匠なんですけど、高野先生と3人でですね、むちゃくちゃ緊張したのを覚えてます。当時まだマスター出たばっかだ、マスター出て、会社入ってたので、そのマスターの時にですね、ものすごい先生だったことを知ってたので、めちゃくちゃ緊張して喋ってたんですけど、あんまりうまくは喋れなかったんですけど、まあ、真摯に聞いてもらってですね、その後ぜひ一緒にジャムステックで研究しましょうというふうに、まあ、よくわからないやつが、こう、受け入れてくれたんですね。で、まあ、これで研究できる土壌ができたんですけど、ジャムステックは、学籍、いわゆる博士号を出すことはできないので、どっかの大学に所属しなきゃいけないんですね。で、まあ、力先生のところに行ってもよかったんですけど、まあ、いろいろな事情があってですね、会社が長野にあったので、当時奥さんとも結婚してたし、どうするかなっていうところで、古巣の信州大学の、知ってる先生に相談したら、まあ、実際、博士の、受け入れ研究者になるんですけど、パク先生、シアノバクテリアの専門家なんですけど、に、まあ、素直に思いをぶつけたら、まあ、診断に席を置いて、まあ、ジャムステックで研究すればいいよって、多分、先生としたら相当負担だったと思うんですけど、まあ、ここよくこちらもですね、言ってもらったので、じゃあ、そういうことならばということで、実は7月に会社を辞めて、その翌年の4月に、改めてドクターに行くんですけど、まあ、その間、まあ、ジャムステックで移送させてもらいながら、まあ、準備してたと。で、そこから博士課程をですね、授業のたびに信州大がある松本に行って、それ以外は横須賀で研究するという生活をしていました。で、会社辞めてから5年経って、振り返ると、まあ、このように無事ですね、ラボの、PI 状況として、まあ、今の職についているという状況になっています。まあ、これだけ聞いてると、なんかすげえサクセスストーリーに聞こえるんですけど、まあ、今の僕があるのは、やはりここに挙げた、特に、まあ、いろんな方にお世話になったんですけど、特にこの4人がいたからこそ、今の、研究者としてのポジションがあるのかな、自分があるのかなと思ってますので、改めて感謝しています。で、まあ、こういうふうに研究してたんですけど、ですね、いろいろな研究テーマがあって、なかなか、まあ、自分の専門をなかなか最近言えなくなってきたんですけど、一つのキーワードとして、まあ、生物地球科学っていうのを専門にしているというふうに最近説明しています。培養状況について何なんだっていう話なんですけど、まあ、ざっくり言うと、生物以外の化合物っていうのを、まあ、対象として、まあ、いろいろ環境中の動態とか物質循環なんかを評価する研究かなというふうに今思っています。で、すごい漠然とした話をしたんですけど、なので、まあ、いろんなテーマがこうあってですね、最初はこう、陸水中の DOM とか、いわゆると有機物ですかね、なんかもやってたり、生態系の方なんかもやってて、いろいろあちこち行ったんですけど、その中でも、まあ、一つの柱となるのが、まあ、最初に紹介したのは、メタン菌、まあ、メタンとメタン生成、アーキアが、そうですね、ジャムステップしてからの僕の研究の柱になっているので、今日はこの、深部地下圏のメタン生成アーキアの評価と、まあ、あと後期条件下におけるメタン生成菌の探索って、この2つに絞ってちょっとお話しできればと思います。で、何度も言いますが、もし今日他のものに興味があれば、いくらでも声かけたのを説明するので、また声かけてくださいね。はい。じゃあ、とりあえず続いて、の項目で、まあ、地球外生命体や、まあ、地球の初期生命について、僕の研究がどう関わっているのかっていうのをちょっと考えてみたので、説明すると、まあ、このアストロバイオロジーに関わって実は半年ぐらいなんですけど、まあ、素朴な疑問だったので、みんなに聞いている質問があって、まあ、宇宙人、まあ、人って書いてあるんですけど、まあ、いわゆる地球外生命体はいるかって話をすると、
まあ、アストロバイオロジー関係してる人はほぼ 100% いるって答えるんですよね。で、まあ、一般人の意見をどこまで聞いてるかわからないですけど、まあ、僕も個人的にはいると思ってます。まあ、いろんな理由はありますけどね。まあ、地球に人がいるんだから、まあ、それ以外にいっぱい面白いからあるだろうっていうのも、なんとなく、今考えてるところなんですけど、じゃあ、いざ宇宙人っていうと、まあ、一般の人はまあこういうことを考えるわけです。まあ、なんか火星人みたいなタコみたいな格好をしたり、なんかエイリアンみたいな格好をしたりみたいな。もするんですけど、まあ、ちょっとそこはリアルに考えて、どういう生命体がいるかというと、まあ、こういうのじゃなくて、おそらく、こういうなんか菌、すごい小さい微生物だろうというふうに考えてます。ってこと考えられてるんですね。じゃあ、この小さい生物、微生物っていうのは具体的に何なのかっていうと、いろいろ可能性は考えられてるんですけど、この酸素を使わない、アーキアで、その中でも特にメタン菌っていうのは、まあ、その候補の一つ、もし地球外に生命がいるんだったらメタン菌なんかもいるんじゃないかなっていうふうに言われています。で、まあ、その理由をざっくり言うと、まあ、この辺ちょっと教科書的なところなんで、興味ない人はすっ飛ばしてもらえばいいんですが、まあ、今の地球っていうのは当たり前なんですけど、こう我々呼吸してますよね。人間が生活したり動物が生活したりしている、まあ、この表層圏って書いてあるんですけど、我々人間含めて真核生物ってものがまあ反応してる。で、まあ以下、さらに地下に潜っていくと、まあ、真核生物以外の、まあ微生物って言われる原核生物とかもいるんですけど、まあ、基本的にはこう表層圏の生物が、まあ、我々と密接に関わってるわけですよね。で、こういった我々っていうのは酸素を使って呼吸していて、いろんなものをご飯食べてますよね。でもこれがずっと続いたかっていうと、そういうわけじゃなくて、まあ生命誕生がだいたい40億年前後の前だろうというふうに言われているらしいんですが、まあこの時っていうのは、まあそもそも、今存在している生物なんかでももっと原始的な微生物しか多分最初の出てくる生物としては考えられてますよね。で、その生物が出てくる環境っていうのは、そもそも酸素は存在しないんですよね。まあ、知ってる人は当たり前だっていうかもしれないですけど、酸素ができたのはシアノバクテリアが大量発生してからできたので、まだこの時の地球には酸素は存在しない。なんで、まあ、酸素を使わない呼吸をしているだろうと。で、まあ、あとはどういったものを食べているかっていうと、例えばお米とか我々食べますけど、そういう大きいものじゃなくて、すごい小さい、基本的な、化合物、まあ、二酸化炭素とかメタンとか、あとまあ水素なんかを利用した代謝をしてたんじゃないかというふうに推測されています。で、まあ、こういうのを使うっていうと、まあ、ここにメタン書いてあるんですけど、まあ、やっぱメタン菌も可能性としてあり得ると。まあ、あの初期生命にすごい近い、微生物だろうというふうに、逆算して思われています。で、初期生命誕生の場はどこかっていう話も出てくるんですけど、まあ、いろいろ派閥があってですね、あんまりここ広げたくはないんですけど、まあ、ダムステックインドで、まあ、熱水噴出孔っていうのがですね、まあ、その仮説の中の結構有力なものの一つとして挙げられています。で、これ、まあ、実際に海底下で、こう、熱水が噴出している様子、まあ、チムニーが出てきている、ブラックスモークが出ている様子なんですけど、まあ、こういったところで、まあ、生物が誕生したんじゃないかと。で、最近、いろいろ研究されていて、こういう熱水噴出孔の周りに、まあ、こういう液体超臨界 CO2 っていうのがあってですね、まあ、こういうところが、そのタンパク質とか、まあ、生物を基本的に構成するものがこういうところでできたんじゃないかっていうふうに、まあ、どんどん今も、研究が進められています。まあ、詳しく聞きたい人は、そっちの専門家の方に聞いてください。で、まあ、こういうところはやっぱ海底下なんですね。なんで、こういう、例えば、今、海展で展示してます。されてますけど、ハイパードルフィンとか、まあ、無人潜水艇、あと 6K、深海6500なんか潜らなきゃいけない。潜って、まあ、取りに行かなきゃいけないんですよね。なかなかこれコストがかかるし、時間もかかるし、制約が非常に多いので、なんかもうちょっといい感じに、こう、研究が進められるようなサンプルないかなってことで、いろいろ見ていったときに、まあ、冒頭で紹介した、こう、メタンがこうボコボコ出てるサイトがあると。で、これまあ、諏訪湖なので、僕すぐ行けば1時間ぐらい取れるんですよね。で、いや、馬鹿にしてるわけじゃなくて、真面目な話、こう、サンプルにアクセスできやすいっていうのは、結構研究をする上で非常に大事なので、こうやってサンプルを簡単に採取できる場所を、モデルファイトとして、さっき言ったメタン菌なんかの
食生命に関わるんじゃないかみたいなところの、まあ、微生物の調査なんかを、着任してから進めているところです。まあ、こういったところで、まあ、食生命と関係している研究をしているのかなというふうに、まあ、自分の中で、このスライドを作りながら思っていました。で、まあ、さっきからメタン菌、メタン菌って言ってるんですけど、まあ、正式に言うと、メタン生成アーキアっていうのが正しいんですね。微生物は、今、スリードメイン説って言って、バクテリアとアーキアとユーカリアンの3つに分かれているうちの、まあ、アーキアっていうものに所属している、微生物です。で、メタン生成菌自体は、酸素がない研究環境に、生息していて、で、まあ、メタン生成菌って書いてあるんで当たり前かもしれないですけど、まあ、代謝の過程でメタンを生成する微生物です。で、さっき紹介したような、まあ、CO2 なんかすごい簡単な、有機物を、分解するので、まあ、最後の、分解者というふうに言われています。で、まあ、先ほど紹介したように、まあ、すごい原始的な代謝をしているので、まあ、初期生命なんかにも、まあ、関係しているかもねってことで、まあ、注目されている微生物の一つです。で、まあ、ちょっと漫画で、メタン菌の説明をすると、まあ、これメタン生成菌です。まあ、かわいいですけど。で、メタン菌は、主にですね、何を食べているかっていうと、まあ、二酸化炭素、さっき紹介した二酸化炭素以外にも、今の地球上のメタン菌を調べると、まあ、酢酸であったりメタノール、まあ、これ以外にもいろいろ、食べているんですが、教科書的にはこの3つを主に食べているというふうにされています。で、食べた後のカスとして、まあ、メタンを生成、まあ、排出しているので、まあ、メタン菌はどっちかというと、多分メタンを作りたくて作っているというよりも、代謝の過程で、まあ、シャアなしでメタンができているというふうに考えた方がいいのかな。自然なのかなというふうに思っています。で、まあ、メタンを生成する菌もいるんですけど、メタンを食べる菌もいます。で、メタンを食べる菌っていうのは、まあ、さっきメタン菌は、酸素のない環境に存在するって言ったんですけど、メタンを酸化する方はですね、まあ、実は後期の方もいます。酸素があるところで、生きているメタン酸化菌もいるんですけど、嫌気、酸素がない状態で、メタンを酸化する菌っていうのがいます。で、こいつらはまあメタンを食べて、まあ、ホタル硫酸とかいろいろ関係するんですが、まあ、二酸化炭素を、この逆反応ですね、メタンを作る反応と逆の反応で、エネルギーを獲得しているというふうにされています。といったところで、まあ、ざっと概論を、説明したんですけど、進めていいですか？まあ、教科書みたいな話をずっとしたので、あまり面白くないかもしれないですけど、まあ、これで、下地ができたので、じゃあ具体的にどうやって、メタン菌を評価してきたのかっていうところを説明していきます。で、まあ、微生物を評価する手法っていうと、まあ、一番、なんか、こう、簡単に見えるのは、まあ、顕微鏡を覗いてみて、微生物見えるっていうのは、まあ、小学校とか中学校の理科の授業でやったかもしれないですけど、僕も、まあ、実際やってみました。で、これ、後で紹介する南関東ガス田から、の地下水に含まれている、地下水に含まれている微生物を、まあ、染色して、こう、光らせてるんですけど、こことここにいますよね。で、なんかそれ以外なんかめちゃくちゃいっぱいあるように見えるんですけど、これ全部鉱物で、光ってるだけなんで、緑に光ってるやつだけが、まあ、微生物。で、これ見て、ああ、これメタン菌だとか分かればいいんですけど、なかなかこの形状とかサイズだけで見える分けるのはなかなか至難の技なんで、まあどれくらい微生物の細胞があるかっていうのはこういうふうに観察することができる。じゃあ一方、じゃあもうちょっと詳しいところを知りたいってなると、まあ最近、このコロナでですね、PCR って言葉がなんか一般大衆に広まりましたけど、まあその微生物、まあウイルスも含めてですけど、まあ遺伝子を、解析するっていう方法であったり、あるいはまあこう培養して、フラスコで培養して増やしてみてみて、その機能を評価するっていう方法が、まあ、伝統的にやられている手法として、あります。で、ただ、そもそも培養できる微生物というのは、まあ、およそ 1% 未満というふうに言われていて、まあ、多くの微生物がまだよく分かってないんですよね。で、また特定の遺伝子とか、まあ、遺伝子があれば、ちゃんとこういうシーケンサーで検出できるんですけど、じゃあ、どれくらいいるのか、もうちょっと具体的に、例えば何細胞あるのかとか、
そういったまあ定量的な評価っていうのはなかなか不向きな部分が、この微生物学的な手法の中にありました。で、なので、まあどうにかしようと定量的な議論をやっぱしたいよねっていうモチベーションがあったので、これを解決する手法として、じゃあまあちょっとまた違った、まあ分析科学っていう手法を用いて、微生物をまあ定量的にまあ評価できないかということで、まあ僕がやったわけじゃないですけど、いろんな研究者の人が、試行錯誤して、まあ、手法を開発したというところですね。で、僕が主に使っている手法2つあるんですけど、1つがですね、まあ、細胞膜に由来する脂質に着目したものです。で、まあ、人間含めて生物というのは必ず細胞膜があります。でも、その細胞膜っていうのは、まあ、種類によって若干組成が異なるということが知られていて、まあ、アーキア、メタン菌含むところ、ドメインに入っているアーキアの膜質っていうのは、こういうふうになんかギザギザしたところにこうトゲが生えているようなイソプレノイド型っていうんですけど、の、こう構造をとっています。で、一方、同じ微生物っていうか、まあ、細菌に分類されるバクテリアっていうのは、膜脂質が、こう、まあ、まあ、直鎖っていうんですけど、まあ、こうトゲが生えてない、単純なギザギザでできている。脂質で構成されています。で、まあ、このことを知られているので、これを使って、主にこの1番の部分と5番の部分だけを、環境中から、分離して抽出して、分析することで、まあ、アーキアとバクテリアの、まあ、バイオマスの比率を、推定することができます。で、もう一個の手法が、まあ、どっちかというとメインになってくるかなと思うんですが、あ、はい。これ、さっき紹介、絵で紹介した、まあ、メタン菌が食べるもの何かってやつなんですけど、まあ、それをこう、もうちょっと化学式で表したもので、まあ、二酸化炭素使ったり、酢酸使ったり、メタノール使ったりっていうパスがあるんですけど、どのパスも、一番最後の反応過程、最後にメタンを出すところ、は共通していて、ともにこの MCR っていう酵素と、まあ、F430 っていう化合物が関与しています。で、僕がというか、まあ、先駆者が着目したのはこの F430 っていう化合物です。まあ、つまり全部のパスで共通してるんだから、こいつをちゃんと定量できれば、いろいろ評価できるんじゃないか、ということに、発想が出ました。で、さらにこの F430 を調べてみると面白いのが、これ実際にその行動なんですけど、すごい熱的に、熱化学的にすごい不安定で、すぐこう、行動が変わっちゃうんですね。細胞の外に出るとすぐ変わってしまうという性質があります。なので、この変わる前のネイティブの、F430 の濃度っていうのは、逆に言えば生きている、メタン菌しか持ってないので、こいつをちゃんと定量できれば、生きたメタン生成菌の存在量っていうのを、評価することが、できるんじゃないか。ということで、まあ、この金子さんって人がですね、手法を開発したんですけども、ちょっとこの辺分かりにくいと思うので、ちょっともうこれも漫画で、1枚スライド作ってきました。で、メタン菌が生きてる時っていうのは、メタン菌の体内に F430 ってさっき紹介した化合物があって、体内にいる時は安定した状態、ネイティブの、変化前の F430 で存在しています。で、このメタン菌が死んで、体の外に放出されると、さっき言った構造が少し変化して、異性化 F430 という形になります。なので、基本的にこの、変化前の F430 というのは生きたメタン菌しか持ってないので、この式が成り立つということですね。で、また、ついでに言うと、この死んだ方の、死んだ方っていうか、死んでから出てくる方の、F430 っていうのも、ですね。これも定量することで、こいつと、このも生きている方のシグナルとの、まあ、比較ってこともできます。ちょっと後で説明しますね。で、この F430 なんですけど、まあ、さっきこれ紹介した漫画なんですが、さっき言った嫌気的にメタンを食べる菌にも持ってます。このメタンを、二酸化炭素に変えるときの、まあ、逆反応のときに使うので、まあ、実はこいつも評価することができる。というツールになっています。
で、これ実際に、その F430 分析したときの、クロマトグラフって呼ばれる、こう、時間によってコピーが出てくる機械があるんですけども、これで分析かけると、これがさっき言った、変化前のネイティブの F430 です。この M っていうのは、メチルエステルガサっていうので、あまり深く考えないでください。普通に F430。で、これも生きている証拠なんです。で、この後ろに出てくるもやもや出てくる3つピークがあるんですけど、これが異性化した F430 のピークです。いわゆる死んでる痕跡ですね。なので、このフロント見てわかるように、分析することによって、この生きてる方も死んでる方も両方ともこうクロマト的に分けて、定量することができます。なので、この2つの指標を組み合わせると、メタン菌がどれだけアクティブに、環境中に、存在しているかってことを、精度よく評価することができます。というところで、ちょっと手法の話を少ししたんですが、いいですか。はい。じゃあ、実際に今言った手法を適用した研究例というのをちょっと紹介していきます。で、一つ目がですね、冒頭ちょっとして、単語ができたんですけども、南関東ガス田の深部地下微生物の、評価ってことを、これは僕の博士研究の、柱の一つとして研究をしてました。で、南関東ガス田っていうのはですね、実は日本にもガス田があってですね、関東一円にこの赤い点々の内側が全部そうなんですけど、実はこの横須賀も若干入ってるかな。関東一円に存在する、水に溶けている、地下水に溶けているタイプのガス田です。で、その地下水自体は、太古の海水がそのまま閉じ込められているというふうに考えられているんですが、その地下水っていうのは、メタンがですね、ガスの中の 99% 以上という非常に高濃度に存在しています。で、またこの地下水面白いことに、要素がすごい入ってるんですよね。海水の2000倍の濃度の要素が入っていて、実はあまり知られてないですけど、日本は世界有数の要素輸出国で、海産物食べてる我々にはあんまり関係ないんですけど、実は要素欠乏症っていう、病気があって、要素は実は必須元素なので取らなきゃいけないんですね。で、こういうのを内陸に輸出さえしてる。内陸っていうのは大陸とかの内陸です。で、あと有機物がすごい溶けてたり、いろいろこう特徴的な地下水なんですけど、じゃあ実際にこのメタンが取れる中で、メタン菌の、遺伝子とかも見つかってるんですけど、じゃあ具体的にどれくらいメタン生成アーキア、メタン菌が今現在いて、どれくらい活性があるのかっていうのは、やっぱメタンが出ているサイトとしては知りたいところなんですけど、なかなかその辺の評価ができてませんでした。で、そこでですね、先ほど言った手法を、このサイトに適用したんですけど、これも実際にサンプリング見た時の写真です。で、基礎はメタンがほぼメタンなんですけど、一緒に上がってくる水、こう黄色いですよね。この黄色全部有機物の色です。若干要素の色も入ってるんですけど。で、面白いのが、こう、泡も一緒に出てきてですね。泡が出てくるってことは、ずっと結構発泡性というか、ぬめぬめした感じで、ずっとこのままの泡で存在してるんですね。で、こういうのは、実はバクテリアとかアーキアとか、地下深部の生物、微生物からこう来てるんじゃないかなっていうふうに考えて、この泡も分析してみる。で、これがですね、実際に、もうこれ論文になってるんですけど、石灰引っ張ってきたデータで、上がですね、先ほど紹介した膜脂質に由来するものを分析した結果で、下が、スモールサブ、小サブユニット、リボドーマル RNA って言って、16S とか 18S とかよく言われるんですけど、この遺伝子解析の結果です。で、赤いのが、アーキアに由来するもので、青いのがバクテリアに由来するものです。下は遺伝子なので、そのままバクテリアとアーキアに読み替えてもらえばいいんですが、実際こう比べてみると、遺伝子解析とも割と整合的で、このアーキアの膜脂質に由来するものっていうのは、大体数パーセント、多くても 10% ぐらい。なので、基本的にはバクテリアリッチの地下水、地下環境なんだなっていうのが、この結果から言います。で、メインの結果の一つなんですけど、じゃあ F430 はどうなんだ？やっぱメタン菌を知りたいよねってことで、メタン菌のシグナルの F430 を分析したところ、これ上さっき紹介したスタンダードですね。
まあ、メタンギンから抽出して、まあ、標準物質っていうのを作るんですけど。で、これ下の方がクロマトが、地下水を実際に分析した結果なんですけど、まあ、地下水からもちゃんとこのネイティブの分解してない F430 っていうのが出てきました。で、これ非常に興味深いのが、この後に本当はこういう分解物、異性化 F430 が出てくるはずなんですけど、まあ、ちょっとここ山があるんですけども、ほとんど出てないんですよね。あ、ってことはこれ言い換えると、ほぼみんな生きた状態でメタンキメが存在しているというふうにも言い換えられます。なんです。めちゃくちゃアクティブに存在していると。で、これ実際の濃度に換算したところなんですけど、まあ、ちょっと単位が違うので、一概には評価できないんですけど、まあ、結構な濃度で、F430 の濃度出てきているので、実際に南関東ガス園のシカっていうのは、今、現在も結構な量のメタン菌が、しかもめちゃくちゃ高い活性を維持して存在しているということが、この結果から、初めて、証明することができました。で、もう一個の研究例なんですけど、今度はですね、ちょっと思考が変わって、さっきメタン菌っていうのは、酸素がない研究の環境で存在しているって話をしたんですが、本当にそうなのかっていう研究ですね。まあ、メタン菌が、まあ、後期の環境にもいるんじゃないかということを検証した研究です。で、この研究の背景として、まあ、いろんなところでメタンって、測られていて、まあ、海洋であったり、まあ、地表付近もそうなんですけど、こういう深い湖なんかでも測られている、水中に溶けている、メタンの濃度っていうのは測られているんですね。でそうして測っていくと、普通、固定からこうメタン菌が、メタンをつけて水海中に放出するので、どんどん減っていくだけの、イメージなんですけど、よくわかんないところにこうメタンのピークができている、メタンの濃度のピークがある。で、これはしかも、まあ、後期、まあ、酸素がある条件下で、メタンのピークが見られるってことが、まあ、結構いろんなところで観測されるようになりました。で、まあ、ちょっと待てよと、メタンを作るのは、研究のメタン菌だけじゃねえのか。で、研究のメタン菌が酸素のあるところにいるのかっていうので、まあ、メタンパラドックスっていうふうに言われてました。で、これを解決する、まあ、いろんな研究者がこう注目してですね、ああでもない、こうでもないってやってて、今のところの仮説としては、まあ、いろいろ、まあ、この3つぐらい、提唱されています。で、まあ、その中でも、僕が注目したのは、光合成生物と、まあ、メタン菌が、まあ、うまくこう共生しているんじゃないかっていう仮説です。で、まあ、この理由として、まあ、光合成、そのグロービルのマックスとよく被るっていう話があったので、まあ、これが、藻類と共生してっても、してるんじゃないかってことで、研究してる人がいて、で、これ実際、論文から引っ張ってきたやつなんですけど、ですね、この、茶色というか赤っぽいのは、シアノバクテリアであったり、まあ、光合成系の、バクテリアです。で、この緑色に光ってるのが、まあ、アーキアなんですね。まあ、メタン菌っていうふうにされて、まあ、メタン菌です。でなんで、こういう、光合成の生物にメタン菌とかの、まあ、アーキア研究のものがくっついている様子っていうのが、まあ、報告されました。で、ただですね、この研究も、いろいろ評価に問題がっていうか、明らかに全てできたわけではなくて、まあ、やっぱ微生物的なアプローチから入ってるので、やっぱ定量性とかにはすごい欠けている部分があって、まあ、共存をしたけど共生してるのかとかいういろんなツッコミがまだまだあります。で、そこで、まあ、じゃあこれ F430 測れば、もし本当に存在するんであれば、その量比なんかも見えてくるんじゃないかということで、分析してみました。で、このサンプルなんですけど、まあ、ドイツのシュテシュリンクまで行くのはちょっと大変なので、どっか、これ、シアノバクテリアって話をしたんですけど、シアノバクテリアがいっぱい出てるとこないかなと探したら、ああ、まあそうだ、諏訪湖でも出てくるだろうと。諏訪湖でもこういう写真、まあ、絵の具こうしたような状態になってますけど、これ全部シアノバクテリアのブルーム、シアノバクテリアが増殖でこう固まった状態ですね。で、なんで、ここから、まあ、ネットを引いてですね、せっせと集めて、いろんな分析、F430 含めてですけど、いろんな分析を行ってみました。で、まあ、ちなみにこの研究まだ続いてて、まあ、いろいろまた面白いデータがあるので、もし機会があればどっかでまた、お話しします。で、今出てる、データをここに載せてるんですけど、
これ左側が実際にその水の中のプロファイル。まあそのまま見てもらえばいいです。一番そこが180センチ、1メーター80しかないんですけど、そこの方に、メタンがピークがあって、まあ徐々に徐々に減っていく。で、まあ面白いのが、この四角が溶存酸素、DO っていうのは溶存酸素なんですけど、まあ実は固定器にも結構あるんですよね。ゼロではない。で、まあ酸素があるのかなっていうふうに思ってるんですけど、じゃあ酸素あったらメタン菌いないのかなと思って見てみると、こっち側はですね、さっき言った、この 16sRNA って書いてあるんですけど、まあさっきと同じです。微生物由来の、遺伝子を解析した結果なんですけど、先に下見てみますかね。コアトップ、0から10センチの、固定のドローを取ってみると、まあアーキアいます。この赤がアーキア。なんで、しかもこっち見ると、これアーキアの中のコミッティをちょっと抜き出したんですけど、まあメタン菌いるんですね。このメタノなんちゃらと書いてある全部メタン菌。なので、表層ギリギリまでは、水の溶存酸素っていうのはあるんですけど、工程にしてた瞬間に、嫌気になってないとこいつは出てこないので、ものすごい勢いで、ここに示してるバクテリアとかが有機物を分解して、分解するときに、酸素を消費して、速攻で酸素がなくなっているような環境。ってことがこの結果からわかりました。じゃあ、お目当ての、その、シアノバクテリアムブルームどうかっていうと、まあ、実は、アーケアは検出できませんでした。16S として。で、当たり前なんですけど、この青いのがですね、シアノバクテリアの、ミクロキッスとかが入ってる、属です。で、ここから見ても、こことここすごい違いますよね。降ってきた。これが降ってきて、ここに積もるはずなんですけど、すごい、こっちの方が、なんか色バラエティに飛んだ状態になっていて、まあ、この結果から見ても、落ちた瞬間に速攻でこのシアノバクテリアも分解されているんだという様子が分かりました。じゃあ、この結果だけ見てると、ああ、まあ、やっぱいないのかっていうふうに思ったんですけど、いざですね、F430 を測ってみるとですね、まあ、出てくるんですよね。で、下はまあメタン菌、これも土から分析したところのクロマトなんですけど、まあ、メタン菌いるんで、まあ、メタンいても当たり前だと。で、この後ろに出てるのが、異性化したやつなんですけど、やっぱまあ生きてるものが多いよねっていう話なんですね。で、まあ縦軸がちょっと違うのであれなんですが、実際ですね、このシアノバクテリアのブルームからも、すごい、割合的にはこのネイティブの方が高い状態の F430 っていうのが検出されました。で、この後に1枚スライドがある。で、まあ、ちょっと見にくいテーブルで申し訳ないですけど、実際に濃度を測ってみるとですね、このまあ 6.8×10 の2乗とか 3.5×10 の3乗っていう数字になってて、この数字見てみると、例えばこの辺は水田とか、あと海底堆積物とかから抽出した F430 の結果なんですけど、まあ、これと同等かまあそれ以上の結果なんですよね。なんで、まあ、相当量のメタン菌っていうのは、まあ、実はまあ F430 の結果から見ると、この、シアノバクテリアのブルームの中にいるんじゃないか。ってことはこの結果からわかります。で、その AP マーヒー、分解前、死んだやつと生きてるやつのシグナルの比較を含めると、まあ1以上あるの。3.8 とかなんで、まあ、それなりに活性の高い状態で、やっぱシアノバクテリアのブルームの中にいるんじゃないかってことが、まあ、分析科学的な手法を使って、今回明らかになりました。で、じゃあなんでこっち出てこなかったのって話なんですけど、まあ、明確な答えは言えないんですけど、一つは、まあ、すごいバクテリア、まあ、当たり前ですけど、シアノバクテリアの塊なので、その中からすごい少数の、メタン菌、アーキアのシグナルを拾ってくるっていうのが、まあ、手法的にちょっと難しかったのかなっていうのが一点あるのと、そうですね。なかなかそこのうまく整合性が取れないところもあるんですけど、まあ、個人的には F430 の感度がめちゃくちゃいいんじゃないかなっていうふうにも思ってるんですが、まあ、いずれにしろ、メタン菌は F430 のほどとポジティブで、16S のほどとネガティブだったので、これを見せると微生物屋さんからなんかいろいろ言われそうだなっていうのがあって、もうちょっと検証してみようということで、まあ、別に微生物屋さんを懸念してるわけじゃなくてですね、サイエンスとしてちゃんと検証しなきゃいけないと。ということで、じゃあ実際に青子をこう、取ってきて、まあこれすごい色してますけど、実験室でこう、ヘッドスペース、
気槽中のガス測ったらどうかということでやってみると、まあ、ちゃんとメタン出てるんですよね。9時間ぐらいだとめちゃくちゃ優位に増えてるっていう様子が見えました。まあ、この結果があってですね、まあ、確かにメタンが出てるってことは、まあ、メタン菌いるよねっていうことで、まあ、無事論文になってですね、今、まあ、調べれば皆さんもダウンロードできる状態になって。ということで、やっぱり、なんていうんですかね、まあ、後期の環境ではメタン菌がいないっていう規制概念にとらわれず、まあ、実際どういうふうに共生したかわからないにしろ、まあ、いろんなところに実はメタン菌がいるんじゃないかなっていうことが、この研究結果からわかりました。で、ところでざっと一気に話しましたけど。じゃあ、次に入る前に質問を聞いてですか。まず、YouTube の方から、渡るたとはいですね。まあ、FM30 の分析、めちゃくちゃ感度が良くて、テムトモールスケールで分析できるっていうことなんですけど、まあ、かなり濃度が低いんで、その分析の誤差ってどのぐらいあるんですかっていう質問。はいはいはい。ですね。誤差って言ってもいろいろあるんですけど、分析装置自体の誤差としては、まあ、金子さんが、その辺の手法をずっと研究して、着実に、開発してくれてて、0.1 フェムトモルぐらいの誤差、0.1 ぐらいまでは、普通に測れます。分析装置としての、誤差ですね。でただ、やっぱ環境中の資料っていうのは、すごいいろんなものが混じってるので、きれいに抽出できるかっていうと、なかなかそこも難しいんですけど、今のところの再現性としては、もう一桁目かな。同じ資料で例えば N に、回数を増やして測ってみると、それでもまあ、具体的な数字しかないですけど、まあ、ものにもよるけど、誤差数パーか 0. 何パーとかの繰り返し精度で出てくる。で、まあ、同じく FM テーマに関連してるんですけど、まあ、エピマー化するっていう話で、まあ、微生物が死んでから異性化するまでの時間、およびラッセミパンプするまでの時間っていうのがどのくらいなのかっていう、まあ、気持ちの話をしましたけど。そうですね。ですね、それはですね、はい、非常にいい質問で、戻るってなればいいかもしれないけど、はい。ですね、この、まあ、じゃ、金子さんが書いた論文で、この辺詳しく書いたので、ぜひ参考にしてもらいたいんですが、いろんな条件がよるんですけど、室温25度とかで、このネイティブのものを置いとくと、数時間で、分解します。で、冷凍で保存しておいても、少しずつ分解が進んでいってしまうので、いわゆる環境中、一般的に想定される、まあ、数度から数十度ぐらいの多分気温とか水温だと思うんですけど、それからの環境だと、まあ、デイスケールぐらいで、分解が、このエピマーカっていうのは進みます。あと、pH とかいろいろ、関係はするんですけど、基本的には温度依存で、分解が進んでいきます。アセミ化の方は、そこまでちょっとやったことないんでわからないんですけど、まあ、要はこれが最終的にどこまで残るかっていう話ですよね。エピマーとして。で、そう、昨日西村君と話してて、この話になったんですけど、まあ、実際それは多分やってみればいいんですけど、同じような化合物として、まあ、クロロフィルとかも同じようなこういう行動をしてるんですけど、まあ、テトラピロールっていう化合物なんですけど、それは、ポロフィルっていう形で、相当の年数、保存されていて、まあ、ちょっと構造がさらにこの後また変わる可能性はあるんですけど、まあ、F430 由来の、何かっていうのは、まあ、少なくともエピマーとしては多分数年ぐらいはあって、で、さらにこの分解した、テトラピロールとして、存在するのはもうなんか相当な年数、相当っていうのは多分数万年とか数十万年とかは安定して存在しているんじゃないかなと思いますけど、半分ぐらい僕の推測が入ってます。はい。はい。ありがとうございます。そうですね。そこは、アストロバイオロジー的にも結構気になるところなので。うん。そうね。どのぐらい残るかっていう。
で、まあ、同じく、この、まあ、ヨン様に限らず、メタン菌のバイオマーカーっていうところで、はい、アストロバイオロジー的に、まあ、地球外生命、地球外にいるようなメタン菌を探すってなったときに、リモートセンシング的に何か見つけられる方法ってありそうですかね。要は、向こうで何か操作して、なんか、なんだろう。装置持ってったりとか。とか、要は、なんか光で見るとか、電波で。ああ、はい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 。その辺は、光か。そうですね。一応、黄色っていうか、色はつくんですけど、これをなかなか環境中から、まあ、やっぱ存在量がめちゃくちゃ少ないと思うんですよね。まあ、地球上でもメタン菌少ないんですけど、より多分、地球外でそれを探そうとするとめちゃくちゃ少ないと思うので、なんだろうな。まあ、液黒持っていけば一番いいんですけど、まあ、なかなかね、ゼロ気圧で液体に持ってくるの不可能に近いかもしれないですけど、でもそうだな。まあ、例えば、どうなんですかね。山文庫とかで見ればもしかしたら見れるかもしれないですね。なんか、それはこの前のなんか、アストロバイオロジーキャンプで、アンさんとかがいろいろ発表聞いてたんですけど、そういうのはなんかもう、搭載してるようなことを想定して動いてみたいなんで、もしかしたらうまくすれば、そういう運行的に見ることはできるかもしれないです。ただ、まあ、ノードによりますね。うん。なんか、そうですね。どっちかっていうと、最初に見せてもらった、諏訪の釜穴みたいにメタンがどこどこ浮き出てるんだったら、その大気を測って、その、なんか、高橋さんがやってるような文法でボタンを取りたいからみたいなことやれたら、なんか、いけそうな感じはしました、ね。まあ、それもノード次第だと。うん。すみません、他の質問で、多分諏訪湖に、諏訪湖の研究に関してだと思うんですけど、はい、YouTube から、桃太郎さん、サンプルは単一の場所から採取したのですか、それとも様々な場所から採取したのですか、同じ湖でも微生物層は異なると思うので、ということで。ああ、なるほど。この辺なのしかない。サンプルなんですけど、まあ、今回、この論文で紹介してるのは、まあ、二つ、季節変えて、同じ場所で、2サンプルと、コアも2サンプルだったかな。さっきの F43 番の結果見ると、いくつか。すいません、いろいろ言ったりして。まあ、二つか。でまあ、コアの進路を変えたりしてるんですけど、場所はあんまり変えてないです。この論文上で。ただ、まあ、論文にしてないデータなのでちょっとお見せできないんですけど、いろんなところで測ってます。それこそ、ここがそのさっき言ったメタンが5個出てくるサイトなんですけど、こういうところもまあ、いろいろ測ってみたくて、サンプリングとかしてて、いろいろデータが揃いつつあります。で、やっぱり微生物的には、大きくは何ですかね、大きくくりで言うとそこまで、変化はないです。アーキアとバクテリアの存在比とか、その下の一個下だとなんだろう。ファイラムとか。では、大きくはないですけど、細かい種組成とか、もうちょっと変動を見ていくと、それなりの変動は確かにあります。なんで、まあ、それが優位かどうかっていうと、またちょっといろいろ変わってくるんですけど、あとは、F430 も、この体積、微生物の話なんですけど、何箇所か、コア掘って、ちょっと測ってみると、あと季節にもよって、春、夏、秋、冬ぐらいで、サンプリングすると、多少の変動はあります。ただ、そこまで大きな変動はないです。なんですか、桁が変わるとか。ない。うん。そう。そんなに、要は、コアの方ってことですね。うん。上のその湖水の方は結構変わりそうなイメージはありますけど。湖水は、この写真も載せたように、こう、夏はすごいブルーム、シアノバクテリアのブルームが起きたり、秋にもブルームあるんですけど、こういう、まあやっぱ光合成系のブルームっていうのは出てくるので、まあ結構そこはドラスティックに変わるかなと思います。春先には珪藻のブルームがあって、夏から秋にかけて、
緑藻というか、まあ、シアノバクテリア含めてブルームとかがあるので、そうですね、ウォーター環中はそれなりに変化はある、季節変化がありそうですね。下は安定してる。そうですね。ウォーターからむほど揺れはない。うん、で、ちょっと自分から質問なんですけど、はいはい、まあ、シアノバクテリアと共生してるかもしれないっていう。うん、で、まあ、ジロケース出てこなかったのは、まあ、いろいろ割合が違うからっていうのがあってっていう話だったんですけど、まあ、別の解釈として、そのシアノバクテリアでないにせよ、このバクテリアの中で430を持ってるやつがいるかもっていうのはあると思うんですけど、それはいかがでしょう。まあ、結論から言うとまだよくわからないっていうか、僕自身調べたことがないのでわからないですけど、どうなんですかね。まあ、例えば、メタゲノムとか読んでみて、そのバクテリアが、F430 合成する機能を持ってるかとか調べればいろいろ出てくると思いますし、まあ、単に株で培養してあるんであれば、直接その菌体から F430 抽出すれば出てくるので、その可能性は、だから否定はできないですね。ただ、まあ、メタン菌が持ってるってことは、まあ、わかっているので、っていう形かな。どうなんですかね。まあ、メタンを作るときに使う化合物なので、他の使われ方はない。ような気はしますけどね。確かに。まあ、いろいろ測ってみればいいんですよね。なんか培養してみたら、なんか光遮って培養したら、少なくともシアノが減ってきそうな。ああ、はい。いい質問ですね。それをやろうとして、言うと思ってます。まあ、要はシアノをこう取ってきて、一回ちょっと後期で培養して、もし仮にくっついて、キメタン菌がこうなんか下から巻き上げとか上がってくっついてたら嫌なので、ひたすら酸素で、まあ、1週間ぐらい培養して、そうするとまあ、多分メタン菌は死ぬと。その後に遮光して、まあ、逆にこの窒素かなんかバブリングして、検菌したときにメタン菌が出てくるかどうかで、強制してれば多分出てくる。っていう手法は、やっている最中というか、やりたいというか、進めたいですね。まあ、そういう検証方法もあると思います。いや、シアノバクテリアってやっぱり、なんか後期っていうか、酸素を作る側じゃないですか。で、メタン菌ってやっぱり持ってる酵素とかの酸に弱い、酸素に弱いものがあったりするから、なんかそこの共生って、どうなってんだろうっていうのは、思いますね。その、すごいローカルな研究の環境を、その空き家が、空き家っていうか、メタン菌が作っててっていうのは、そう、んだ、この図を見て、この赤っぽいのがそうですね。そう、シアノがシアノグリゼットしてるところ。で、その間を埋めるような感じでメタン菌がいるっていう。で、このシアノバクテリア、まあ、いろんな種類あるんだけど、まあ、ポリサッカライド、まあ、多糖質のこうネバネバしたやつを出して、こう分こう塊になるっていう性質があるので、まあ、そういった多糖質の中の局所研究みたいなところにくっついてるんじゃないかなっていうのが、まあ、シアノバクテリアと共生する説の中の定説みたいなのはあるんだけど、確かにじゃあ共生して、その共生関係自体は、まあ、やっぱ全く分かってなくて、どういう代謝してるのか、なんかやり取りしてるのかとかも含めて、ただいるのかみたいなのもあるけど、メタン菌としてメリットがそんなにないんだよね。酸素を目の前で出されると。シアノの方はメリットがある。わかんない。まあなんか共生関係で、例えば、互いに物質のやり取りとかをしているのであれば、それは要は、その多糖質を通り抜けて輸送をしてるわけですね。でも酸素は止めてるっていう。なかなか、まあ、もしそうだったら、めちゃくちゃそのメカニズムは気になりますけど。そうだね。まあ、さっきメタン菌が、まあ、元気生物って話もしたんだけど、まあ、微光器でも生きてられるやつも、まあ、いるっちゃいるから、まあ、そういうなんか若干酸素でも耐えられるようなメタン菌がいるのかもしれないし、まあ、いずれにしてもよくわかってないので、明らかにしたいね。なるほど。ありがとうございます。
で、すみません、もう一個、俺からの質問なんですけど、はい、ナイゼン30で、ネイティブの方があって、で、関東だと、南関東がすでにだと、エピマが全然ないから、うん、すごいアクティブにメタン生成が進んでるっていう話だったんですけど、これ要はその細胞が死んだら出てくるわけですよね。で、エピマになるっていう。うん、はい。で、それが全然ないっていうことは、そもそもメタン菌が死んでないっていうことは、うん、その、メタン菌の中での世代交代みたいなのもないっていう。ああ、はい。まあ、これに関しては実は、まあ、いろいろなところでこう、ここにこう、参考論文とか引用文献引っ張ってきてるんだけど、いろんなところでまあ、F430 測り始めていて、るんだけど、ここまでエピマーがないのって実はこのデータが初めてで、大概はエピマーが出てきます。ボーリングとかコアがメインなんだけど。うん、で水でやってるとこんだけ出てこないっていうのは何だろうなっていうのはまあ疑問ではあるんだけど、逆に分解しちゃったやつが、まあ、世代交代が大きくなる、すごい代謝が遅くて、それこそなんか死んでないっていうだけで、生きてるのか死んでるのかよくわからんみたいな。細胞の中にある、みたいな状態で存在してる可能性はあるかな。うん、あとリサイクルとか。まあリサイクルとかもね、あるかもしれない。うん、ありがとうございます。あと、大したメタンに関係した話じゃないんですけど、はい、要素がめっちゃいっぱいあるっていう、はいはい、要素どっから来たんだろうっていうのが、ありますね。これは謎なんですよね。まあいろいろ説は言われてて、なんか、海藻にめっちゃこう要素が入ってるので、海藻がこう、特異的に堆積したんじゃないかとかいう説もあるけど、いや、そんな海藻ここに溜まるっていうのが、まあ、一個ツッコミもあったりして、で、まあ、いろいろ要素の研究されてる方に話聞いても、やっぱ明確な答えはなかなか出てこないんだけど、まあ、ここ、プレートがこう沈み込むところにこう乗ってるので、まあ、付加体の一部というか、こう、どん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 堆積が溜まっていく。すごい、ごめん、なんか、すごいざっくりした時も後ろなんですけど、海洋プレートが沈み込むときに、沈み込む途中で、まあ、削りながら、こう沈んでいくんですけど、表面を。その削ってったのがどんどん、こう、堆積してるんだよね、ここに。で、その過程で、その間欠水に、今までこう、何十万年とか、何百万年とかわかんないですけど、かけて、こう、プレートによって運ばれてたものが、少しずつここに間欠水で押し込まれてって、少しずつ濃縮していったんじゃないかっていう、説を唱えている先生もいます。ただ、まあ、明確な答えは出てこないです。これ、要素ってどういう形態でそれに対して？I マイナスらしい。I マイナス。溶存体。溶化物イオンとして存在。なるほど。でも逆に要素って、まあ、うがい薬とかも使うぐらい殺菌力が高いので、うん、まあ、そこにそんだけメタン菌がアクティブにいるっていうのが面白い。で、もしかしたら要素もなんかそういうファクターに入ってるのかなとか、っていうのもいろいろ、はい、面白いところですね。なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと先に、せーの。はい、もうなんか1時間ぐらい過ぎたと思って、サクッと、まあ、あとはちょっと、個人的に喋りたいことちょっと喋って、あ、すみません。今の質問に関してなんですけど、はいはい、高木さんから YouTube で、まあ、要は、まあ、アニオンとして I マイナスがあったときに、うん、そのカウンターとなるカチオンは何なんでしょうっていう。まあ、化石回数だから、うん、まあ、ほぼ海水と同じなんだよね、組成的には。で、なんで、まあ、ナトリウム、まあでも、塩化物イオンも海水とほとんど同じぐらいあって、うんうん、あと、ブロモンもちょっと高い。海水の10倍か20倍ぐらい高いかな。うん、なんで、なんか、ハロゲン系がなんか濃縮してるっていうのは、それは面白いんだけど。ハロゲン系のソースってなんか海水以外あるんですか？下から出てきたんですか？あと、まあ、可能性としてはこの場で、
納収したのか、二次的に納収した、いや、一回納収したやつがここに集まったのか、あ、はい、まあ、ちょっとわからないけども、ダウンタウンパートね、なんだろうね。イオンクロの分析はあるから、あれだけど、残って出てこない、ね。なんだろう。まあ、あとは、有機物がいっぱいあるから、はいはい。うん、そう、なんか、そことくっついてこう動いてたり、出たり、離れ、ついたり離れたりみたいなのはあるかもしれないですね。確かに。はい、ありがとうございます。じゃあ、勉強をお願いします。まあ、もし、今の話を聞きながら質問があれば、コメントしてもらえれば、また適宜。はい。はい。はい、じゃあ、最後にですね、まあ、あんまり研究者の人が聞いてるともありかもしれないですけど、まあ、若い人に向けてちょっと、提言というか言いたいことがあったので、少し時間を取って話します。で、最初に言うと、ぜひですね、まあ、すでにこのオンラインセミナー聞いてる時点で、アストロバイオロジーにものすごく関心がある人だとは思うんですけど、まあ、もちろんそれ以外でも全然構わないです。興味のある分野について、ぜひですね、まあ、研究者と言わず、まあ、専門家、自分より詳しい人とですね、直接話したり、相談する機会を、無理にでも作ってください。で、これは、まあ、コロナもあってっていうのもあるんですけど、やっぱこう対面で話す機会も少なかったところからの反省というか、フィードバックで、やっぱ直接話して、いろいろと気づくとことか、アイデアが出てくることもすごい多いし、あとで出るかもしれないですけど、やっぱ、まあ、高校生、大学生といえど、そこまで知識は豊富なわけじゃないですよね。まあ、当たり前ですよね。まあ、生きてる年代も違うし、調べてる数も違うので。なので、まあ、ぜひ積極的にですね、自分よりよく知ってる人がいるので、アポ取って、話しに行く機会を、その一歩をですね、早くというか、ぜひ、作ってください。で、ここに書いてあるんですけど、もう早ければ早い方がいいです。で、別に一人に絞らずいろんな人に話しかければいいと思うし。で、ただ遅すぎることはないです。まあ僕のさっきのサクセスストーリー見てもらったら分かると思うんですけど、3年半会社にいたので、この世界を戻したの27なんですよね。で、それでもちゃんとこう助教につけたので、遅すぎることはない。で、これ、まあ自分もそう思ったのです。です。当時ね、高校生とか大学生とか。教えられる立場になった時はそうだったけど、漠然として自分の中で考えがまとまってなくても、遠慮しないですぐ、はい。まとまってから話すってなると、いつまで経ってもいけないので、まとまってなくても全然構わないです。で、ですね、その、まあ、自分自身サクセスしたと思ってないですけど、僕以外の例をちょっと、ね、紹介したいと思います。これすごいなんかベストストーリーだなと思って聞いてたので、ぜひちょっと紹介したいんですけど、まあ最近ですね、こういうニュースが、出てきてですね、まあ関東にいる人は知ってるかもしれないですけど、まあ箱根、まあ温泉でですね、まあ黒い卵を売ってるんですよ。黒卵って有名なんですけど、これがなんで黒いのかっていうのを、まあなんと当時中学生の、子がですね、ちゃんと疑問に思って、ちゃんと叱るべき方に相談したところ、まあ、偉い成果になったって話なんですけど、もともとですね、この黒卵っていうのがあるんですよ。いろいろ説明あるんですけど、飛ばすと、この卵液ってところで煮ると黒くなると。ここだけなんですよ。で、定説的には、硫化鉄がくっついてるんじゃないかっていうふうに言われてたんですよ。で、僕これ何個も食べましたけど、ああ、まあそうなんだと思って捨ててたんですよね。で、これで、ここにすごいのが、やっぱ、こう、関心持ったのが、当時中学、今ニュースになった時は、高校生なんですけど、当時ですね、中学1年生だったこの木村さんはですね、この資料を見て、まあよくわかってないけど、硫化鉄なんじゃないかっていう説明があって、で、自分の手をアルコールで、まあこれコロナのおかげなのかもしれないけど、手で消毒すると、まあ黒い脂質が移ったと。で、彼はですね、やっぱり硫化鉄は安定した物質なので、こうはならないはずだろうというふうに疑問に思ったわけですよ。まあ、ここだけ疑問に思っただけでも相当すげえなと思うんですけど、
まあ、彼のさらにすごいところはここで終わらなかったわけです。じゃあこれは何なんだ一体って言って、さっき言った専門家に聞いたわけですよ。で、専門家が聞いて、その専門家もまあ正確なことはやっぱ知らないわけですよね。じゃあ調べましょうって言って、こうなりました。これ日本科学学会の、これ PDF 落ちてるんでぜひ見てもらえばいいんですけど、まあ、彼木村君ですね。で、その後ろに、マーネンさんって、その箱根の近くに温泉地学研究所っていう研究所があるんですけど、に所属している研究員があったので、後ろは全部ジャムステックの人で、はい、僕の師匠の一人である高野さんが、入ってますね。で、真面目な研究者はですね、この中学生の、当時中学生の疑問に答えて、まとまった結果っていうのが、出てます。で、まあ、さっき入ったアルコールで黒卵を手を伏す人がっていう副題が書いてあって、まあ、電解質のものなんじゃねえかと。でも、この辺まではなんか頑張れば自分でもできるかなと思うんですけど、この後半になってくるとですね、X 線解析使ったり、レーザー解析して、何が入ってるかみたいな話で、まあ、炭素と窒素と硫黄が検出されたもの、鉄はやっぱほとんど入ってないと。やっぱ硫化鉄じゃないよね、みたいな。で、その後ろにまあ、ジャムステック設置の元素分析装置、いろいろあるのが出てくるんですけど、この辺になってくると、ガチモンの研究者が使ってる装置使って分析してるわけですよ。で、こんなもんは、まあ、いくら中学生、高校生が優秀だからって言って、まあ、使える装置じゃないですよね。これは、彼が、この万年さんに相談して、万年さんから、まあ、いろんな研究者のコミュニティが、話が伝わったことで、実際に測ることができたと。で、まあ、学科発表、これ以外も JP10 でも発表してたんですけど、ですね、ついに論文になったんですよね。若手初論文、若手すぎるだろうと思うんですけど、まあ、こういうカテゴリーがあって、はい、さっきの6名の方が、表彰になって、これ、最新号は見れないんですけど、今月中に多分ネット上で JF ステージで見るようになったので、ぜひ読んでみてください。まあ、今もう高校生で、ちょうどですね、JPG 僕も発表してたんですけど、試験期間と重なって発表に来れなかったという、まあ、実に高校生らしい、理由で、当時はと、拒否することはできなかったんですけど、こういう中学生、まあ、あるいは高校生でも、興味を持ったことを、そこで止めずに、誰かに相談することによって、こういう素晴らしい成果につながったというので、ぜひ現役の中学生、高校生の皆さんは彼を見習ってですね、積極的に声をかけてもらえれば、こうした代の30代、40代、50代の代の大人がですね、真面目に、答えてくれます。で、じゃあどういうところに行けばいいかっていうと、まあ、宣伝も半分入ってるかもしれないですけど、まあ、多分ここで聞いてる人はみんな知ってるかもしれないですけど、まあ、慶応アストロバイオロジーキャンプっていうのはですね、まあ、コロナで中断はあったんですけど、毎年3月だよね。にやってます。で、まあ、慶応ってついてるんで、山形の、まあ、なんだっけ、鶴岡に、慶応の施設があって、で、別に慶応生じゃなくてはいけないってわけじゃなくて、全国から、まあ、高校生から大学院生ぐらいまでかな。中学生って来れるんです。いや、高校生から。まあ、泊まりで、そう、泊まりで、本当に2泊3日で、こう、缶詰でやるぐらいなんですけど、まあ、本気の熱意持った、子がですね、集まってですね、こうでもない、ああでもないって言って、議論する、まあ、キャンプがあります。で、今年の3月にですね、着任して2週間ぐらいで出張行ったんですけど、これ僕が行って、まあ、講師として発表させてもらいました。で、僕以外の人たちはですね、ちゃんとアストロバイオロジーやってる人ばっかりでですね、まあ、中央に LC の東工大の、藤島さん、このアストロバイオロジーキャンプ、クラブか、オンラインの最初に、登場された先生なんですけど、はじめ、素晴らしい、講師の人がいてですね、こういう方とのつながりを、あ、こういう場でですね、まあ、なかなか直接話す機会ないので、こういうところに積極的に出かけてもらえれば、多分ちゃんと返してくれるのかなと思います。で、ちなみにですね、僕はあんまりここの時にですね、研究の話をしなかったのって、僕自身が未熟だったのですね、僕のところに誰も、なんかこれから、なんかジャムスティックの転入してるので、ジャム見たいですみたいな話で聞いたんですけど、なかなか僕自身に魅力がなかったから、なんだと思うんですけど、誰かも連絡してないので、
ただですね、僕の言い方も良くなかったかもしれないんですけど、来ていいよっていうのは、100% 本気なので、研究者。だって来ていいって言ってんだから。そこは、社交辞令と捉えず、ぜひ、積極的にですね、僕よりももちろんこっちの人に多分コンタクト取って行ったんだと思うんですけど、素晴らしい先生たちがいっぱいいますので、ぜひ連絡を取ってみてください。で、これ最後になるんですけど、やっぱ興味があることは、最初の木村君じゃないですけど、まずやっぱ自分で調べてみることがすごい大事。で、調べられる範囲で、なるべく、調べてみる。で、そこで新たに得られる気づきとかもあると思います。ただ、やっぱり個人でできることっていうのは、僕らもそうです。個人でできることっていうのはすごい限界があります。で、その限界にぶち当たったときにどうすればいいかっていうと、僕らでも、例えば僕はあんまり、こんだけメタン菌の話してるんですけど、メタン菌のことをやり始めるのこの3年ぐらいなので、あんまり微生物のことは詳しくないので、微生物の専門家の人に話を聞きに行ったり、します。なので、ぜひ若い子たちも気軽に専門家に連絡を取ってみて、こういう疑問があります。ということを話してみると、大抵の、研究をちゃんと返事くれます。で返事がないときは、忙しすぎてメールを見落としてるだけだと思うので、この前送った誰々ですけど、みたいなこと言えば多分返してくれると思う。で、これは、この前、信州大臣で夏休みの自由研究相談みたいなのがあってですね、僕も担当で受けてたんですけど、やっぱ非常にやっぱみんな熱意持って調べてきてるんだけど、やっぱり限界があるみたいな。ここにぶち当たっているので、そういうところがサポートするのも研究者の役割の一つだと思っているので、少なくとも僕は、話を聞きに行ける状況であるので、ぜひ連絡を取ってみてください。で、じゃあ、アストロバイオロジーを学ぶためにはどうすればいいかってことで、冒頭に言ったと僕そんなにアストロバイオロジー詳しくないんでね。で、昨日かな、西村君と話してて、じゃあどうすればいいと思いますかって聞いたら、多分これが一番日本では王道なのかなっていうのが丸投げなんですけど、さっき藤間さんの名前でもしましたけど、東工大にですね、LC っていう地球生命研究所っていう、部門があって、ここがアストロバイオロジー、ゴリゴリの日本だとアストロバイオロジーやってるところなんですよね。で、いろんな研究者がいて、世界最先端の仕事をしてるので、まずここにですね、行くのがいいと思います。で、その後に、例えばそこを返して、ジャムスティックとかナファとか、それこそ世界最先端に行っている研究者とつながって、うまく研究者コミュニティを形成すると、素晴らしい研究成果につながるのかなと。素晴らしくなくても全然いいんですけど、アストロバイオロジーにつながる、深めていくプロセスかなと思います。で、でも僕も受験さっき落ちちゃった話したんですけど、なかなか、やっぱ東工大とか東大とか行くってなると、ハードル高いっすよね。今共通テストになりましたけど、僕もなかなかセンターで失敗するとなかなか行かれないし、みたいな。ってなった時は、そんなに強くは進めないんですけど、ぜひ、信州大の選択肢に入れてもらえれば、僕ジャムステックのさっき言った外来研究員として登録しているので、可能な限り、いろいろ、あれはずれてますけど、サポートできる、ます。ただ、来いとは言いません。さっき言ったように、アストロバイ、メガン菌興味があれば、ぜひ話聞いてきますけど、こういうことしたいですけどっていう相談だけでも全然構わないです。で、ポッと出すんですけど、これはですね、さっき冒頭で出てた高木くんがですね、去る前にこんな言葉を残していて、やっぱアストロバイオロジーを研究したいってなると、やっぱ東大とか東工大はハードル高いですよ。行ける子はいいけど、行けない子どうすんの？いや、そこは浦井さんが信州大でうまく学生の裾野を広げてほしいんですよ、つって海外に行っちゃったんですよね。宿題だけ残されてきたんですけど、それは確かに一致であるなと思って、なるべくハードルを下げるっていう意味でも、ぜひアストロバイオロジー、こう半年ぐらいでこう関わってきたところなんですけど、アストロバイオロジー関わらず、東大がちょっと引けるんであれば、信州大、地方大、国立大で頑張ってはいるんですけど、僕なんかを、選択肢にしなしてくれれば、いくらでもサポートはしますので、ぜひ、100% 本気で話しているので、ぜひ、僕以外の人も含めて、連絡取ってみてください。
という、まあ、ちょっと熱意を込めて話してみましたけども、まあ、これ最後のスライドで、まあ、こうやって、まあ、サクセスストーリーじゃないですけど、まあ、研究室やってこれているんですけど、まあ、やはり僕一人の力ではなくてですね、まあ、ジャムスティックの方々含めてですね、いろんな研究者の人に支えてもらいました。まあ、特に奥さんと子供には、感謝しきれないほど感謝してるんですけども。まあ、ぜひ皆さんもですね、こういった研究者のコミュニティを作ってですね、まあ、つながりを作って、まあ、アストロバイオロジーに行ってほしいけど、アストロバイオじゃなくても、ぜひ研究を、分野に踏み込んでもらえばなと思っています。はい。じゃあ、ちょっと長々と喋りましたが、以上で終わります。ありがとうございました。はい。村井さん、ありがとうございました。いや、本当に、アストロバイオロジーだけじゃなくて、まあ、研究者を目指す方に、まあ、本当に行動を起こしたもん勝ちなところはあるので、まあ、多分さっきのアストロバイオロジーキャンプの話も、まあ、浦井さんのところに一人も来なかったっていうのは、まあ、別に浦井さんの魅力がどうこうっていうのも、まあ、わかんないですけど、多分、絶対数として、起こした人が少ないんですよね。だから、そんだけ、アストロバイオロジーキャンプに来てるような熱意がある人の中でも、あんまり実際に行動に移せる人ってのは多くなくて、でも逆に言えば、その中で自分が行動を起こせれば、もう、明らかに他のやつとは違うことを経験できるし、いろいろなものを得られると思うので、ぜひ、浦井さんなり、誰それなりに連絡取ってもらえるといいかなと思います。で、まあ、高木さんは海外逃亡されたわけですけど、まあ、逆に言うと、海外の今大学に所属されているので、なんだ、海外大学進学とか留学とか、まあ、海外の研究現場ってどんな感じみたいなのは、高木さんが、責任を持って答えてくれると思うので、いっぱいコンタクトするといいと思います。はい。そんなところをですね、すいません。だいぶ時間長くなりましたけど、浦井さんありがとうございました。はい。それではですね、今日のアストロバイオロジーセミナーは、こんなところで終わろうかなと思います。はい。それでは皆さん、お集まりいただきありがとうございました。また次回のアストロバイオロジーセミナーオンラインでお会いしましょう。